はね、日本の運ってあるんですよ。あ、でこれ違い何なのってことですね、はい、うん、でこれはね、会社で言うと、例えば現場の責任者がいわば総理大臣、まあ、いわば部長さんみたいな、はい、営業部長みたいな感じかな、うん、ちょっと営業部長か経理部長かどっちになってもいいんですけども、うん、で会社の経営者が、天皇陛下とすると、はい、うん、会社の設立年月日ってありますね、はい、でこれは実は、ね、何かというと憲法制定日です。あ、なるほど。だ憲法の時から見ていくんですけども、うん、これが10年でずっと見ていくんですね、うん、でね、まあ、1947年かなだと思うんですけれども、そう、この時からずっとサイクル制で見ていくってことなんですよ、はい、だからね、ある意味憲法むちゃむちゃ重要なんですよ。うーん、じゃあ憲法どうできましたかってこと、これが日本の初期条件になるんですよ、運気的に見た時に。だから初期条件の憲法ですよね。それこそ GHQ、 日本はアメリカの占領下の中で急増で作ったものですよ。それずーっと後生大臣に守ってるわけですよね、はい、でこれを改正すると日本はなんか軍事国家になってしまうんじゃないのか、憲法9条を改正すると日本は戦争する国になってしまうんじゃないのかみたいな言説がありますね、はい、日本はずっと敗戦国であると、うん、そのままなかなかこう敗戦したということにすら自覚しないままアメリカもさま万歳でやってきてしまったっていうところの結果なんですね。だから私はやっぱ憲法っていうのは日本人の手で作り直すべきものであるというふうには思ってます。ちなみにその憲法が制定されたものから見ると日本の運としてはどうなんですか。何十年サイクルで変わっていくものなんですが、これも言い悪いというよりかは、うん、ただこれも一つ言えるのがね、やっぱり全体的なところとして憲法制定されてから最初の何十年が経済運なんですよ。だから最初経済的に高度経済成長発展した、はいはい、ただ経済運終わって今どうなってるかっていうと、やっぱりね、精神運と言いましょうか、うん、物質運ではなく目に見えない世界のエネルギーって、うん、平成からずっと来てて、まあ、続いてるんですね、うん、だから全体としてやっぱり目に見えない世界が大事だとか、うん、精神性こそ大事なんだといったような運気の時ではありますね。ああ、なるほど。なんかいい悪いではないよね、うん、現実的に言えば確かにね、経済的に成長しなくなったって面ありますよ、うん、ただそういう時こそ見えないもの、文化的なもの、伝統的なものが大事っていうのはあると思います、はい。まあ、改めて日本が日本としての憲法を作っていくっていうのはすごく大事だと思うんですけど、例えば今最近だと自民党の中で緊急事態条項とか、はい、だから今のは、いや、結局アメリカの属国家における憲法ですよ。そうですよね。それは違うと思いますね。だからいつなんのかなと、僕が生きてるうちに達成するのかなと思う、どうかなとか思いながら見てますね、はい、うん、これ日本の運、もっと大きなの見ましょう、地球運。あ、地球、地球いいですね。地球全体の運で、これは太陽系運と言ってもいいんですね、はい、で太陽系っていうのは、まあ、地球運と言ってもいいでしょうね。地球って地軸が回転してます、こういうとこ。ああ、はいはい。だからこれ地軸とすると、はい、地球はぐるぐるこう回転してますけど、はい、傾いてる。でこの傾きもぐーっと困るように回転してるんですよね、はい、でこれがぐるっと一周回ってくるのどれぐらいかっていうと、はい、2万6000年周期なんですよ。おー、うん、だから2万6000年の地球はサイクルを持ってるっていうね、はい、うん、でこの2万6000年のサイクルがあるっていうのは実は、うん、今は天文学発展したから分かりましたけども、うん、天文学がそこまで発展する前の古代民族、うん、マヤ・アステカ文明っていう文明があるんですけど、うん、このマヤとかアステカにおいて言われていたのが2万6000年周期なんですよ。2012年12月22日マヤの暦が終わる日って一時話題になりました。でこれってね、実はね、この2万6000年周期の変わり目のタイミング でどういう変わり目かっていうとこうなんですね。1万3000年前からずっと人類はある意味一神教的な力によって物質文明をずっと繁栄発展させてきた、はい、でもそれがぐーっと新しい文明が始まりますっていう最初の時期に私たちがいるってことなんですよ。だから世界的な今転換点に来てますよってことです。でこれはね、今なんか短期的な、まだ2013年始まってからこれね、2万6000年周期中の10年ぐらいの話なんですよ。まだこの辺ってことですね。そうそうそう、これね、最初の100年でも序盤でしょ。だからね、もう本当になんかこう大きな意味での、それこそ1万3000年前って何かっていうと縄文時代からわけじゃないですか、はいはい、縄文的なものへの回帰っていうのが始まる最初の100年ぐらいのところにいると、うん、そして今までずっと作り上げてきたこの物質的なものって果たしてこのまま成長し続けていいのってところのポイントに来てると思います、はい。
実際そういったことをおっしゃる方はちらほらいらっしゃるわけなんで、だからこれから100年向けての大きなテーマっていうのは間違いなく地球との共存なんで、人類全体のテーマっていうのは、そうなった時にこのまま今までの1万年の歴史では良くないよねっていうところのところには来てるという状況です、まあ、ある意味で言うと変わり目なので、むちゃむちゃ変わり目です。いろんなことが起きやすいっていう見方もできる。そうですね、いろんなことが起きやすい。だからこの1万3000年で作ってきたものが壊れかけてますよっていうところが起こっている。そして、まあ、コロナ禍であったりだとか、はい、まあ、もろもろ起こっていること全部そうだというふうに言えると思います、まあ、でもこれからこちらの精神世界と言ったら変だけれども、ね、まあ、そういうものが、うん、重要になってくる、 大切になってくる、まあ、まさに日本の神道の考え方だったりとか。そうです、自然と共に生きる、自然を崇拝するみたいな。そうですね、だ多神教的なものですよね、うん、とか実際はなんか世界は多極化していくと思ってて、結局この1万3000年で作ってきたものっていうのはキリスト教を中心とする、もしくはこの100年ぐらいでいうとアメリカを中心とする、ドルを中心とする経済っていうもので回ってきた、はい、それは文明を発展させる上では良かったんですけども、アメリカは力を失ってきてる、うん、そして一神教的なような力を失ってきてる、うん、じゃあどうなる、多極化していきますよね、うん、それこそいろんな信じる神があったりだとか、いろんな多様性っていうものがありながらうまく調和していく世界を目指すべきなんじゃないのかっていうのは思います、うん、実際どうかは分かんないんですけども、まあ、日本がひな形となって、はい、なんか世界に広がっていくみたいな説みたいなのもよくあったりするじゃないですか、はいはいはい、その辺なんか今の話聞いててやっぱ調和とかそういうものって本来日本がすごく、うん、得意とするというか、そうですね、ものだったんじゃないかなと思うんですけども、だから縄文時代にいろんな国があったんで、うん、いろんな国がありながらも大きな戦いはなくですね、殺し合うこともなく統一国家もなくうまく連携し合いながらやってたわけなんですよね、うん、この、うん、やり取りしながら、うん、だから、うん、それって精神性が高くないと無理なんですよ、簡単に言うと、うんうん、なんか悪いよしではなくて、うん、ね、それこそ思いやりと言いましょうか、うんうん、相手を尊重するっていうところがないと無理なんで、うん、そういった精神性みたいなものを全人類高めるっていうことしかないと思うんですね、